どうもテクタンと申します。ポケモン盾実況プレイパート6始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、こちらエンジンシティに来ております。で、前回ね、この奥のブティックとかその辺はね探索したんですけれども、ここら辺ね全然何も行ってないんで、ちょっと探索したい。なんかこの辺どっかキラキラしてなかった？あれしてなかったっけ？あれ？スチームのパワーで回る巨大歯車をずっと見てるのだ。なんかこういうのって確かに見とけるよね、なんか。なんだ、どうした？エンジンシティはすごいぞ。上と下のエリアを昇降機で行き来するんだぜ。あ、こっち行ったらあかんでってことね。このなんか、不良学生みたいなんがおるから、まあ、触れずにこっちから行こうっていう、そういう感じね。なるほどね。だからこの辺スチームもくもく出てるっていう、そういう感じなんか。いわくさ、急に出てくるやめてくれへん。このニューって。めちゃんこ急に出てくるよね。じゃあ、ちょっと昇降機、登ってみようかな。バギュア。バギュアってリザードじゃなかった？おー、飛んでる！かっこいい！あ、これね、スポンサーだらけの、あれね、マント。リザードン、お前がいてくれないと、俺はスタジアムには行けない。だって、俺はこんなにでかい昇降機を見失うんだからな。あ、そうか、方向音痴か。そういえば、そういうキャラやったよね。よう、ホタテ。なるほど、推薦状にふさわしいトレーナーになった。見た目変わったのに弱かったね。服も変わったし、髪型も全部変えてきたのに。今の君ならバッチリ使いこなせるな。ポケモンに持たせておくといい道具をプレゼントするぜ。あー、ありがとう。なんかさ、そのダンデさんのマントのスポンサーの一つさ、なんかファイブナイツアットフレディーズのなんかさ感じのロゴあるよね。ロゴというかキャラ。ホタテは奇跡の種を道具ポケットにしまった。生命が宿る種。あー、草タイプの技の威力か。じゃあとりあえずこれタツノリに持たせたらいいかな。さあ昇降機に乗って行くんだ、エンジンスタジアムに。なんか結構原始的っていうかね。え、ほらトタンなんて言えばいい、なんか割となんかそのハイテクっていう感じの乗り物。はやっ、え、めっちゃ怖っ怖っ怖っ。怖ない、こんなん無理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 。ヒュンヒュンしちゃう、玉ヒュンしちゃう、こんなん乗ったら無理、怖っ。あ、YouTuber じゃーん。モンスターボールに話しかけた君にいいものあげちゃう、ボル。あー、どうもありがとうございます。まだスーパーボールとか出てこへんのかな。まあ、いらんけど。ちなみに僕はモンスターボールじゃないよ。じゃあ誰なんだろう。答えはボールガイボルよ。絶対 YouTuber や。なんかこのスタジアムの YouTube あるやん、そういうチャンネルで出てきてそう。これ子供と喋るとき目線下ろすのいいよね。スタジアムでっかい。家が何個入るのかな。135個入るよ。ダイマックスしたポケモンが戦っても平気なスタジアム。大昔では石造りの巨大スタジアムがあったそうだ。それってあれかな、コロッセオとかのことかな。こっちはあ、アーマーガーじゃない、これガー。ポケモンアーマーガーは空を飛んで人を運んでくれる。でも今お疲れなの。こちら辺から行けるやん。ダメ。これあれやね、ここ柄が進化したらこれになります。いいね、ここまで進化させたいな。ここ柄はあの私が連れてる鳥ポケモンね、あの鳥柄ちゃんです。ちゃんと勉強してるね。エンジンスタジアム開会式の場所、エキシビジョンマッチも楽しみ。エキシビジョンマッチってなんなん。ジムチャレンジ、開会式ならリーダーたちもやってくるよ。はーい。じゃあいろんなジムリーダーをじっくり眺めてみるのもありかも。ジムチャレンジ開会式、私の胸も高鳴りまだならます。高まるね。よし、じゃあ、あ、ホップ待ってるやん。はい、じゃあホップも待ってる。待ってるし入りましょう。来たか。まあね、そんな待たれとったら小猿を得ないよね。可愛くなったでしょ。エンジンスタジアム開会式の場所だぞ。もうこういうね、こういうの良くないと思う。その女の子が見た目変わったことにすぐ気づいてちゃんと指摘してあげれな。
ジムチャレンジ開会式は母ちゃんはもちろん全世界の人が見るんだ。まあといってもね、この髪型と髪色まで変わったんやからさすがに突っ込めよっていう感じよね。前髪切ったとかちょっとやったらな、その違いぐらいわからんくてもしゃあないけど、これはさすがに気づこう。俺の心がざわつく、感動で震えているぞ。といっても私ホップは好みじゃないんで、ビシッといくぞホタテ、世界が俺たちを知るんだ。ごめんね、全然話聞いてなかった大して話聞いてなかった、ごめんね。ジムチャレンジで繰り広げられる試合の数々を我々リーグスタッフがサポートいたします。どっちかっていうと男主人公、今は私女主人公なんだけど、男主人公のこうやったら割とねなんか好みかもしれない。ジムチャレンジの参加の皆様はホテルスボミーインに泊まられます。あ、スボミーインってなんかイートイン的なインじゃなくてそういうことやったんや。あ、なんかキラキラしてる。虫除けスプレー、ナイス。あ、そう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 、あのタイトル的にあのすごい個体値とかを所属地を意識しながらプレイって書いてて、あんまりなんもねがっつり調べたりしてないんですけれども、あのパーティーに加えたいポケモンがある程度決まってまして、そっからそれがちょっと手に入り次第そっからちょっとしっかり考えていこうかなって思うんで、今はまあほどほどにでいきます。この話前もしたっけ、どうやったっけ。お、やけど直し3つ。あのキラキラで落ちてあるやつとモンスターボールで落ちてあるやつの違いってなんなんやろ。じゃあ入りましょう。おっきいね、レンガ作りのスタジアム。このポケモン語が全然読めへんねんけど、お、すごい、銅像、像もある。それにしてもジムチャレンジャーばかりだぞ。こいつらみんなライバルか。あのなんか右の女の子さ見たことある、なんかこうイラストとかで見たことがある。とにかくエントリーしようぜ。そんなもうすぐエントリーしちゃっていい。あら派手、めっちゃ派手な格好してる。絶対モブじゃないなこれ髪型くるくるやな。なんだよあいつ。別にええやん、ちょっと派手な格好しとうだけで別に何も悪いことしてないからええやん。推薦状をお願いします。推薦状って誰が書いてもいい。あ、モルペコだ。なんとチャンピオンの推薦初めてですね。俺もだぞ。どういうこと。え、あー、そういうことね、そういうことね。え、なんかあの奥にさ、なんか猫耳ついてる人みたいなおらへん。え、ダンデさんが2人も認めたんですか。あなたたち何者です。身内です。あのコネってやつやね、これコネ。俺はホップ、ダンデの弟、そして未来のチャンピオンだぞ。え、あ、はい、しばらくお待ちくださいそんな反応になるよね。なんか住民票っていうか戸籍謄本でも取ってきた方が良かったかな。お二人ともエントリーできましたって言ってもまださ、そんなに戦えるほど強くないんやけど。それではお好きな番号をお選びください。選んだ番号はユニフォームの背番号として使われますよ。あ、3桁好きなの選べれるんや。じゃあ25。はい、ポケモンの図鑑のね25番といえばピカチュウということで25でいきます。あとジムチャレンジ参加のチャレンジバンドもつけてくださいね。明日ここでジムチャレンジの開会式が行われます。参加なさる皆様はホテルスボミーインに泊まれます。やったー。ただよし、サクッとスボミーインをチェックだ。同じ部屋には泊まらへんで。モルペコ、モルペコかわいい。なんて、うらら、かわいい。うー、かわいい。キョロキョロしちゃって。あんた田舎から来たんでしょ。だって私もそうだし。あ、そうなん、同じ田舎仲間ってこと。なんか別にディスっとるわけじゃないんやな、仲間っていう、そういうことね。かわいいなこの子、服装もなんかいい感じ、かわいい。もうちょっとなんかこう拡大してみたんやけど、あ、これ一応拡大して見れたことになるんか。かわいいなこの二人。え、私もモルペコ使いたいんやけど。うん、かわいいかわいいあー、はよ進もう
これだけの参加者がいても勝ち残るのはわずかなんだよ。これ入れる？トイレかな？もしかして男子トイレですか？すみません、なんかちょっと変な感じになって。うーん、みんなチャレンジャーか。なんか髪型がすごい反り込みが、なんか侍みたいな髪型してるように見えるよね。めっちゃなんかさ、画質荒いみたいになってもたんやけど。ジムチャレンジャー同士、力の限りを尽くしましょうね。今尽くされたらすごい困る。もっと後にしてくれへんかな。会計式の前からビビってどうするのや。私ボールの中のポケモンたちはやる気で満ち溢れてるのに。うちのポケモンも満ち溢れてるで、やる気で。あ、さっきの人。僕はリーグ委員長に推薦状をもらった、いわばエリートオブエリート。僕に無駄な時間を使わすなんて罪深いですよ。とかなんとか言って私のこと可愛いと思って見てるんでしょう。わかるわよ。今回の大会は委員長やチャンピオンに推薦されたジムチャレンジャーがいるんだって。あ、僕です、私です。私あのチャレンジャーじゃなくて、あの誰やったっけ、チャンピオンに推薦されたんです。申し訳ございません。これより先はジムミッションに挑む選手のみ入れます。まだね。ジムチャレンジ開会式、家族もテレビで見ている。もう一度鏡で髪型をチェックするか。そんな別に映らへんのんちゃう。言うてさ、あの座席でさ座ってるだけじゃないんかなって思うんやけど。お出ていいかな。全員に話はしたよね。え、どここれ。あ、夕方になっとんか。日が暮れたんかな。なんか色がさっきと違う気がする。うん。あ、誰？ジムチャレンジャーのホタテさんですね。はい。ホテルスボミーインはこちらです。案内いたしますので私についてきてください。おー、モンスターボールつけてる。ついてきてください。言う割に全然待ってくれへんや。ちょっとぐらい待ってくれたっていいのに。え、どこ行った。あ、ここ。あ、スボミーインってそこのことやったんや。私がいたここはスボミーインじゃないね。これ後ろの3文字がインっていうことやんね。イン、はん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 。ホーテル、あ、違う、スボミーって書いてあるか。うん。それではゆっくり休まれて英気を養ってください。え、ホテルの内装も見れたりするんかな、みたいな。旅行行った時にさ、ホテルとかワクワクするやん。ビジネスホテルとかでもすごいワクワクするもんね。わー。何このなんか勇者の像みたいな。ポケモンの世界にこの、あ、そっか。シールドとソードやからそういう感じなんか、鎧なんちゃらとかあったもんね。はいはいはい。よう若者たち、無事エントリーできたようね。ソニアじゃん、なんでホテルにいるの。メドルミの森にいるとされる不思議なポケモンの調査、ガラルの伝説を調べれば何かわかるかもと思ってさ。せっかくだから一緒に見る。何を。ちょっとギャルっぽい喋り方をね心がけてはいるんやけど、絶対ギャルじゃないよね。なんだよこれ。ガラル地方を救ったと伝えられる英雄だよ。ほん。気になるなら説明するけど、ロトの勇者的な感じなんかな。あー、クラシック。あ、間違えた。え、押したのにした。手短になっちゃったよ。大昔、ガラル地方の空に黒い渦、人呼んで、ブラックナイトが現れて、あちこちで巨大なポケモンが暴れ回ったが、剣と盾を持った一人の若者によって沈められた。その伝説の若者、すなわち英雄をモチーフにしたぞよ。はぁ。その盾についてるとかね、剣についてる赤と青の宝石とかなんか意味あったりするんかな、なんかフラグ的な。ふーん、英雄ってのは兄貴みたいに強いんだな。でも黒い渦とか剣とか盾とか調べることいっぱいでソニアは大変だな。大丈夫って断言するな、私がちゃんと聞きましょう。うん、まあなんとかしないとね。あんたたちホテルに泊まるならチェックインしておけば。受付はなんだかちょっと騒がしいけどさ。なんで騒がしい。単純に人が多いからってこと。オッケー、何か分かったらソニアにも教えてやるよ。うん、ホップのことよろしくね。ダンでもさ、父親代わりとしてあいつのこと心配してるんだ。なんか訳あり家系なんかな。チェックインするならカウンター越しに話すんだぞ。そらカウンターに入るわけには。あ、なんか
あれか、ヤンキーみたいな人がおるんか。はい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 。あ、これなんちゃら団じゃない、なんちゃら団。あ、そうそうそう、なんちゃら団でさ、気づいたんやけどさ、私これあのどこやったっけ、違う違う違う、あのプロフィール設定のここ、今これピカチュウにしたんやけど、下まで見るとね、まあこのジムチャレンジの、草ジムとかまああるんですよ。まあこれがね、水とかっていうのはなんかモチーフにしてる感じで、まあ、これが悪みたいなんやけど、これね、エール団っていうのがあるんやけど、これひっくり返したらこれになるやん。ってことは、エール団が悪ジムを営んでるんか、まあ悪ジムの人がもうなんか裏切って寝返ってエール団になったか分からへんけど、絶対関係はあるよね。で、あの人ら多分エール団じゃないんかな、この人ら。ちょっと先にこっちから話しかけよう。チェックインできないよ、あいつら何なんだよ。多分エール団やろうな。あ、エール団ってなんだよ、チェックインの邪魔邪魔言われとうで。ジムチャレンジャー応援のためわざわざ都会に来たのです。そんな真面目なエール団の邪魔するならポケモン勝負です。あ、スボミおる、かわいい。あ、勝負別にいいですよ、しても。あー、言うとこと一緒やね。じゃあ勝負しましょう。わあ、お腹が結構出ておりますね。後ろの人も、なんか男性か女性かイメージはよく分かれんねんけど、後ろの人でもなんか服装はだなんか女性的やけど、顔とかはなんか男性っぽい感じがするけど、どうなんやろ。ほら、邪魔するならポケモン勝負と言いました。え、何持ってるそれ。うちはあるトレーナーを勝たせるためエールを届ける我ら、エール団の凄さ、恐ろしさ、じっくりたっぷり教える。あ、メガホン的な感じのやつかな、その今パタパタしてるやつね。おー、あ、メガホンや、かっこいいですね、BGM。ほら、やっぱりさ、さっきのさ、あのお腹に書いてある方はエールダンのマークじゃなくて悪ジムのさマークやん。そういうことね。あんなとこでネタバレを食らうとは。あ、ジグザグマー、あ、そうなん、キュルルーンが一番の。ちょっと待って、フェアリーじゃなかったっけ、キュルルーン。あ、違うわ、格闘や。どうやったっけな。今一つしかないな、入れ替えるか。あんまりフェアリーとかのタイプ相性をちょっと覚えられへんくて、私。誰にしよっかな。レベルこの人なんぼ9か。じゃあまあ適当な、なんか鳥柄あたりでも出しとく。なんか鳥柄がもうちょっとしたら進化せえへんかな。ほんまなんか虫ポケモンを連れていきたいところなんやけどさ、タッチ虫とか。はい、体当たり。体当たりなら大丈夫でしょう。急所。あ、急所でそれ。じゃあなんとかいけるね。睨みつけるで、相手の防御を先に、じゃあ、下げておきましょうかね。今までこんなこと全然せんかったのにね。めっちゃ急所当ててくるやん。じゃあ、つついてみましょう。効果あり。お、いいぞいいぞいいぞ。これはもう一回で倒れるから。あれ、急所当たった時と大体同じぐらいのダメージじゃなかった？で、そうそう、この Y の状況っていうのが、今ジグザグマが、特攻が1段階下がってるっていうのがわかるっていう、そういうやつみたいです。うん。まあ、じゃあ戦いましょう。あ、相手ジグザグマしか持ってへんやん。そっか、1体しか持ってへんのか。オッケー。じゃあこれでレベルが結構上がるんじゃないでしょうか。あれ、天才しか上がらへん。バークアウトを覚えたい。バークアウトは悪技で、まくし立てるように怒鳴りつけて相手の特攻を下げる。これちょっと覚えときたいな。尻尾振るちょっと覚えといて、どっちか忘れようかな。自分の攻撃と命中を上げる。袋叩きは、味方全員で攻撃する。相手のポケモンが、仲間のポケモンが多いほど、技の攻撃回数が増える。わ、これも欲しいな。特攻を下げる、爪研ぎ。攻撃を上げるわけでしょう。
ちょっと待ってね、ちょっとだけ待ってね。お待たせしました。クスネはね、進化すると特攻が種族値として高いみたいなんで、こっち忘れようかな、これ。特攻上げるやつの方が多分いいよね。特攻系の技ばっかり覚えていくような気もするし、ってことは電光セットも忘れてもよかったかもしれんね。喧嘩を売っておいて負けた俺、めちゃくちゃみっともないな。まあ、負けをなんかすんなり認めてくれるのはまあいいかな。おい、エール団の仲間たち、俺の仇を取ってほしいです。あ、連戦、何持ってるの、それタオル。はいはい、ホテルでポケモン勝負、いいじゃんね。入れ替えたいんやけど。あ、これあの子やん、さっきおったあの子のファンタオル的な、そういう感じ。こんなん売ってるんや。あ、キツネ。だってさ、このキュロロンやったらさ、ヌイコグマさ、技が良くないんやって。だってこれ攻撃できる技じゃないでしょ。もう毎回入れ替えなあかんやん、覚えとかなあかんな。あのエールダウンは悪ばっかり使ってくるから、ちゃんとね、入れ替えたりせなあかんと。どうしよっかな。じゃあクレクレママで、効果は抜群の技覚えてる人誰もおらへんやろ。タツノリにしとくか。タツノリやったらね、まあレベルがみんなよりちょっと高いから、まあある程度攻撃も耐えてくれるでしょう。はい、電光石火、よしよし、全然耐えれるね。 OK。 鳴き声で攻撃を下げとく。挑発で、あー、いや、もうとっとと蹴りつけてしまおう。はい、は、当たらなかった、つらい。ああれね、足跡を削る感じね、尻尾で。さっきの動きね。違う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 、間違えた。戦うで、よかった、当たった。命中が確かに低いのは知っているけど、なんか葉っぱカッターって割と当たるイメージがあるからさ。あとはじゃあ、ひっかくでいいかな。これで、OK。やっつけれるでしょう。はい。レベル上がれ。OK。タツノリ16ぐらいでレベルじゃない、進化するかな。はい。勝ちました。いいホテルなんて浮かれていたかも。邪魔して悪かったですね。意外となんか、なんていうの？素直やな、エルダン。この人、女性やな。おっぱいが女性の形してる。女性のおっぱいの形をしている。高級感溢れるスペース。落ち着いて戦えなかった。ホタテ、お前のチェックインは騒がしいぞ。いや、見てたやろ。戦っとったんやで。悪と私戦ってたんやけど。ってなんだこれ、ポケモン勝負してるのかよ。よし、俺もトレーニングだ。やめとけ。やめとけ、やめとけ。ホタテのポケモン元気にしてやるぞ。あ、もしかしてダブルバトルかな。俺はジムチャレンジャー、ホップ。チャンピオンになる男だぞ。さあ、2対2で勝負。ダブルバトルで、燃える明日。見えるお前の敗北が、聞こえるお前の泣き声が。その、エルっていう、言葉が入っとったらエールっていうのがエール団なわけね。エール団の下っ端とエール団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。はい、ジグザグマとクスネ。申し訳ないね、こっちキュルルーンで。こうやって見るとさ、ヌイコグマさ、結構でかない？でかない？でっかそうやった、こんな大きかったんや。もうやだな、やだな。じゃあどうしようかな、鳥柄にしよう。鳥柄がね、確か3段階進化のはずやから、割と早い段階で1回進化すると思うんやけど、3段階進化、2段階進化、3つある。ギャー、全体攻撃、あ、違うか、速攻下がっちゃった。つつくか、これは。あ、はん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 、ウールに攻撃することもできる。かわいそうだからしない、集中して攻撃して。いった、なんでこっちばっかり攻撃するん。
やっぱりあの哺乳類同士なんか惹かれ合うもんがあるんかな。ちょっとウール、そこはジグザグマを攻撃しとこうよ。なんで私だけ特攻下がるの？あ、私だけじゃなかった。なんか美味しそうやな、ウール。あ、ひいきしてなかった。よかったよかった。哺乳類ひいきとかそういうのはあったわけじゃないよね。はい、とりあえずジグザグマは OK で、レベルが上がるね。 OK、 クレクレマモのレベルが上がりました。はい、ドーン。 OK、 よしよしよし、次のターンで。私間違えて右選ばんかった、大丈夫？あ、そこはあれやね、ちゃんと間違えて右側選んだけど、ちゃんと都合よくちゃんといる方をね攻撃してくれるのよかった。はい、キュルルンレベル上がりました。はい、ということで勝負に勝ちました。お金いくらくれる？はい、あ、2人分やから倍もらえるやん。ホップと山分けはせえへんもんや。見えろ俺たちの敗北、聞こえろ俺たちの鳴き声。あ、え、これ色似てるけど、もしかしてこの子がエルダンの実はドンとかそういうことあるんかな。みんな何してんの？マリー、いや、あの、ちょっと、見て、後ろピンバッジみたいなのついてる。ピンバッジじゃない、何だっけ、安全ピン。あんたたちがジムチャレンジャーを気にするのはわかるけど、ちょっとばかり手荒すぎるって。ごめん、エール団は私の応援団なんだけど、あ、別に悪いやつじゃない。みんな浮かれてるみたい。追っかけ的な感じ？かわいいもんな。かわいいもんな。かわいいな。かわいいな、マリー。ほら、みんな帰って帰って。これはかわいい。私の応援に夢中で他のジムチャレンジャーにはトゲトゲしい態度になってるの。不愉快な思いをさせたらごめんね。お前もジムチャレンジャーか、エール団だけ。早速、ファンがいるなんてすごいぞ。この子は別にツンケンした子っていうわけじゃないんやな。モルペコ、うん、かわいい。はい、ということで時間もいい感じだと思うので、この辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。